トミー。近未来、人類はロストウイルスの脅威にさらされていた。この危機に対応すべく世界中の英知を集め結成された組織、特定生物対策機関、通称ソーコーがナノダイブオペレーションシステムを開発。一時的にナノレベルまで縮小された人間ナノダイバーを体内に送り込み、直接ウイルスを駆逐すると同時にサンプルを採取し、ワクチンを開発する方法を確立したのである。それぞれの存亡をかけて、人類とウイルスとの一進一退の攻防が日々繰り広げられている。そしてこの過酷な状況の中、激しい訓練と厳しい選考の末に新たな一人のナノダイバーが誕生した。物語はここから始まる。